はい、どうも皆さんこんにちは、スノーボード技術研究家青カンファッククリトリーよろしくデザインブラザーズあなただよの、マー君スノーボードでございます。はい、あなただよっていうスノー系 YouTuber いなかったでしたっけね。あなただよっていうなかったでしたっけね。なんかどうぞね、そちらの今紹介した、スノー系 YouTuber いるんで、よかったら皆さん覚えておいてください。で、今回はですね、企画っていうか今回のお題目はですね、なんかスノー系 YouTuber、まあ、今挙げたスノーボード技術研究家青川ファッククリトリー、よろしくメカドックじゃねえよろしくデザイン、ブラザーズあなただよっていう、まあ他にもいっぱいいるんですけどね、スノー系 YouTuber。 今ちょっと5つのスノー系 YouTuber 挙げたんですけども、界隈でね、界隈でなんかヘルメット被るんだか被らねえんだかなんかとか、こうなんか、まあ別に揉めてるわけじゃないんだけど、なんかなんだろう、何派、かぶる派、かぶんない派、いやむしろダサい派、いや絶対かぶった方がいい派、強要派みたいな、こういうなんか聞き回ってる人がなんかいるんですよね、スノーケ YouTuber で、ね、その人にね言いたいんですけどね、かぶるかぶらないはねもう自由なんだから、これからね、そのね、かぶるかぶらない自由っていうね、動画があるんで、そのちょっとこれから流す動画ちょっと見てくださいね。ヘルメットうんぬんかんぬん、かぶるかぶらないとか言ってんね、言うね、もうこれでもう決まり、これで決まり、なんていうの、それのパン争奪戦、これ心理作戦、かぶっちゃった、パン食べたいものが人とかぶっちゃうと食べれない、食べれない、そういうことか、食べれない、やり直しね。あ、いやいや、いいですよ、かぶった同士で相談すればいいです。相談する、だから一番食べたいので、でもかぶんないのはどれなのか、オンリーワンだったらゲットですよ、ゲットです。何が皆さん好きなのか、かぶったら相談、はい、じゃあかぶった方が面白いんだね、みんなで4つがかぶった方が面白いんだね。そう、今が撮ってんの、そう撮ってんの、心理作戦、目を見ると心理作戦。私パンの説明はいいですか、パンの説明、あ、金福の明太子使ってるんですよ、これブランドじゃないですか、金福の明太子、高いだけで味は普通の明太子ですね。これはふんわり黒ごまバーガー、あ、メンチカツのメンチの部分が入ってるんですね。黒毛和牛って書いてありますよ。まあ黒毛和牛って言っても黒毛和牛の油しか入ってないんですよ。黒毛和牛の油と、そうそう、毛が入ってるのが嫌だ。黒毛和牛の油が、肉はほとんどアメリカ産の肉です。フレンチトーストですかね、食べかけのフレンチトースト、食べかけにしか見えないんだけど、食べかけの、あれか、そう、あ、何でしょう、ハムチーズ、あ、クロックムッシュですね、クロックムッシュですね。こちらがホイップ&オグラあんですね、あんことホイップのデニッシュでございます。ベンチでつぶやいた人が、はい、パンってね、いろいろあるんですね。これはデニッシュの分類ですね、デニッシュ、クロックムッシュ、おー、なるほど。じゃあ決まりましたか、みんな何が食べたいかな、俺分かったよ。さあ、じゃあせーの、はい、じゃあせーの、うわ、かぶってない、やった、やったシュンさんとかぶった、やったー、どうぞゲットしてください。ポイントです。じゃあシュンさんとかぶったんで、まさかの、この場合はどうすればいいの、あ、じゃあ2回戦でやれば、2回戦、譲るか譲りたくないか心理戦で、お互い譲ったらまた金服の明太子さっしゃるし、大人になるかならないか、そんなにお金です。さあ、どういう心理作戦でいくか、かぶらないようにしゅんさんはどっちが食べたいかなっていうのを俺がちゃんと分析して、俺はその逆を指せばいいんだよね。うまくいくのか、何回も続く、そう思います。
じゃあ2回戦せーの。あっ、おお、これは意外にいいですか。これ異論はないですか。じゃあ、ああ、俺一番食べたくなかったこれ。なぜ、なんか嫌なんです。あ、裏話、裏話。明太パン、実は、実はそうだ。実は、え、本当は何行こうと思ってた。自由、ほら、別に自由にどれでも取ってもいいよってなった時に。本当はどれか、どれ、本当はどれか本当は俺これ、本当はそれ、本当はそれ、これか、俺もこれか。あ、そう、ハムチーズ。でも絶対かぶると思う、かぶると思う。あ、そうだね。あえてセカンド。私ね、メンツがいるからみんなこれがいいと思ったから、これはないだろうと思ったね。みんながっつり食いがかりたい。俺は譲り合いはなく、これ一択。一択。めぐって、周りまぐめぐって、ゲットした。一択。でもこれうまい。譲り合いの精神が皆さんにはあったっていうことで、こういうゲームがあるっていうのをともちゃんから教わりました。はい、ありがとうございます。いただきます。